オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。皆さんこんにちは、アンサンブル講師の響です。今日はフランス語のチュとブの使い分けについて話してみたいと思います。この2つの使い分けは日本人が敬語の使い方に悩むようにフランス人にとっても頭を悩ませる問題の一つです。なのでこれさえ知っておけば間違いないという決まりはないのですが、日本語における敬語との共通点や相違点を知っておくことで少し使いやすくなるかもしれません。まずチュとウについて整理しておくと、この二つはどちらも人称代名詞と呼ばれるもので、二人称を表すときに使われます。チュの方は親しい人称と書いて親称、ウの方は敬う人称と書いて敬称と言います。ではフランス語で敬称を使う場面と日本語で敬語を使う場面とでは何が同じで何が違うのでしょうか。これらに共通するポイントは大きく2つあります。まず1つ目が相手のステータスです。地位や年齢、階級などのことですね。日本語では目上の人という言い方をしますが、フランス語も同様で上司や先生など相手のステータスが自分よりも明らかに上である場合は敬称のウを使います。そしてもう一つが相手との距離です。例えば年齢も近くステータスもそれほど変わらないとしても、初対面の相手にはウを使うのが普通です。また客と店員など個人的な関係に発展しないような場面でも通常ウを使います。このあたりは日本語での敬語の用法からも理解しやすいですね。では今度はフランス語の敬称と日本語の敬語がどう違うのか考えてみましょう。まず一つ大きく違うのは相互性あるいは対称性の問題です。日本語では例えば仕事相手とお互いに敬語を使って話すことも多いですが、それと同じくらい上司と部下、先輩と後輩など一方が一方に対してだけ敬語を使うというのもありふれた光景です。このように非対称な使われ方が一般的だというのは敬語の一つの特徴と言えるでしょう。反対にフランス語では一方が一方にだけ敬称のウを使って話すということはそれほど多くありません。例えば大人の先生と子供の生徒の間であれば非対称になることもありますが、対等な大人同士であればどれだけ年が離れていようとお互いにチュで話すのは普通のことです。このようにフランス語では一部のケースを除いて、片方がウならもう片方もウ、片方がチュならもう片方もチュのように相互に同じ形を使って話すのが基本的なスタイルです。それが原因かはわかりませんが、日本語で互いにいわゆるタメ口を使って話すことよりも、フランス語でお互いにチュを用いて話すことの方がハードルが低いと言えるかもしれません。というのも、ウを使うといちいち活用が大変なので、チュでいいならチュにしてしまった方が話すのが楽だからですね。さて、本日のアラカフェットは2部構成でお届けします。第1部は僕響がお届けするフランス語レッスンです。会話ですぐに使える短く簡単で覚えやすいフランス語の表現をご紹介します。そして第2部は9月から開講するオンライングループレッスンについてご紹介します。それでは早速今日のレッスンを始めましょう。フランス語にはチュとウ2つの二人称代名詞があるというのは皆さん知っての通りですが、実は、チュで話すこと、ウで話すこと、それぞれに専用の動詞があります。チュで話すはチュトワイエ、ウで話すはウヴワイエ。どちらも語尾がウエーフなので規則活用動詞ですね。また、それぞれの名詞形をチュトワモン、ウヴワモンと言います。このチュトワモンとウヴワモンは、僕たち非母語話者だけでなく、フランス語ネイティブにとっても使い分けが難しく、特にどうやってヴヴワイエからチュトワイエに移行するかは大きな課題です。
最初はウを使って話すのは自然ですが、だんだん打ち解けてくると、いつまでもヴヴワイエだと距離を感じてしまうのです。あるいは初対面の相手であっても、よそよそしくなってしまうのを避けるために、なるべくチュを使って話すということもあり得ます。では、できるだけ相手に失礼にならずに、チュトワイエに切り替えたいときにはどうしたらよいのか。今日はそんなときに使える表現を学んでみましょう。まずは、チュで話してもいいですかという日本語を考えてみます。自然な聞き方ですよね。しかし、これをフランス語で言わなければならないとなると、いろいろ問題が生じます。というのも、チュで話すという意味のチュトワイエは他動詞なので、文中で用いる場合は直接目的語を入れないといけません。よって、je peux tutoyer だけだと少し不正確で、tutoyer の前に目的語代名詞を入れることになるのですが、je peux vous tutoyer、je peux vous tutoyer と聞けば、tu を使って話したいのに、vous を使っていてぎこちないですし、je peux te tutoyer、je peux te tutoyer と聞けば、to を用いた時点で許可なく tutoyer していることになり、場合によっては失礼に聞こえてしまいます。このように主語を je にしてしまうと、いずれも不自然な聞き方になってしまうのですね。ここで無難なのが代名動詞 se tutoyer を使った表現です。to を使う相手だろうと、vous を使う相手だろうと、再起代名詞 se の形は変わらないので、主語を私たちの意味の on にして、on peut se tutoyer、 on peut se tutoyer、 または est-ce que をつけて、 est-ce qu'on peut se tutoyer、 est-ce qu'on peut se tutoyer とすれば、お互いに主で話しても良いですかという意味になり、文法的にも正確で、かつ相手に失礼のない表現になります。あるいは単純に、チュとウのどちらを使うか迷った場合、オンスチュトワウ、オンスヴヴワのように、相手に判断を委ねるのも一つの手です。そこで相手が、オンバスチュトワイエ、チュで話しましょう。または、je préfère qu'on se tutoie、チュで話す方が好きです、のように言ってくれたら、ヴを使って話せばかえって失礼になるので、積極的にチュを使ってみましょう。いかがでしたか？今回のように知っておくと役に立つフランス語の一言は、アンサンブルで配信しているメールマガジン、無料メールレッスンでたくさん紹介されています。ご興味がある方はぜひ、アンサンブルアンフランセのホームページから、無料メールレッスンにご登録くださいね。それではまた、アビアント。アラカフェットは、日本最大のオンラインフランス語学校、アンサンブルアンフランセがお送りしています。9月から平日通い放題、驚きの低価格、フランス語オンライングループレッスンがスタートします。8月31日までに事前生徒登録をしていただきますと、お得なサービスがあります。詳しくは、www.frenchgroup.com でご確認ください。続きまして番組の第2部は、アンサンブルスタッフのよしこがお届けします。今回は9月1日からスタートするフランス語オンライングループレッスンについてご紹介いたします。アンサンブルでは、2017年の9月より、アンサンブルメイト様を対象に、無料グループレッスンを提供してまいりました。今日まで5年近く開講を続けてこられたのは、何より、長らくご愛顧くださった、アンサンブルメイト様のおかげです。この場を借りて、心より感謝申し上げます。さて、本グループレッスンですが、生徒様から頂戴した様々なご意見やご要望を受け、2022年9月1日より、
これまでのグループレッスンに不足していたものを補いつつ、内容面でもパワーアップさせた平日通い放題オンライングループレッスンを開講いたします。文法、会話、発音、ディクテ、読解とフランス語学習を網羅できる盛りだくさんのカリキュラムです。担当講師は当校の YouTube でもおなじみのジョゼフ先生、レミン先生、バネッサ先生、ヤスコ先生、そしてニコ先生です。平日毎日、日本時間の13時から、そして20時から23時の間に、週に合計約13レッスンを、驚きの低価格で提供する予定です。フランス語の勉強はスポーツと同じ。毎日続けることで力がつきます。気軽に参加ができ、参加できない日でもレッスンを録画したビデオも視聴することができるので、隙間時間をフル活用して勉強することができます。フランス語の学習が楽しくて仕方がない。日々上達していると実感できる。いつもモチベーションを高く保つことができる。そんな特別な空間を提供したいと思っております。8月31日までに事前生徒登録をしていただくとお得なサービスがあります。また、アンサンブルメイト様には特別優待価格をご用意しております。詳しくはwww.frenchgroup.com でご確認ください。さて、本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうか。この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として、iTunes やポッドキャストのアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。また番組では皆様からのご感想やフランス語学習に関するご質問をお待ちしております。アンサンブルアンフランセで検索していただき、お問い合わせからお送りください。番組内でご紹介させていただきます。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブルアンフランセお問い合わせ宛てに、お名前、アラカフェットを聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座をプレゼントします。たくさんのご応募をお待ちしております。それでは次回の配信でお会いしましょう。素敵な週末をお過ごしください。